アメリカ国立公文書記録管理局に保管されているアメリカ合衆国憲法修正第27条証明書の一ページ同二ページ同三ページアメリカ合衆国憲法修正第27条アメリカ合衆国憲法修正第27条英語 207th amendment 2 The United States Constitution またはアメンドメント X バイは アメリカ合衆国憲法の一番新しい修正条項であるが、もともと1789年に初めて提出されてから202年と半年後の1992年に批准されたことでは得意なものでもある。ノーロー、ベリング・ザ・コンペンセーション・フォー・ザ・サービス・オブ・ザ・セネターズ・アンド・レプレゼンタティブス。 シャルテークエフェクト、アンティル・アニエレクション・オブ・レプレゼンタティブス・シャルハブ、インタービンド、上院議員及び、下院議員の駅務に対する報酬を変更する。法律は、下院議員の選挙が施行されるまで、その効力を生じない。修正第27条は、アメリカ合衆国議会議員の報酬を変更する、ことは、下院議員の次の任期が始まる時まで有効と、ならないことを規定している。 時に応じて、1789年の議員、報酬修正条項、議員給与修正条項、あるいは、マディソン修正条項とも呼ばれ、利益の対立を明白に秘めている問題であるので、連邦議会が自分たちの給与を設定する権限を制限するものとして機能することが意図された。当初提出された時は、批准に必要な11州に対して、 わずか6週でのみ批准され、5週からは拒否された。1873年のオハイオ州議会が、連邦議会によって採択された、議論の多い報酬引上げに対する抗議の意味で、提案を批准したという得意な行動は別として、報酬制限条項は1980年代まで休眠状態だった。この頃、テキサス州議員の秘書が、 この提案を発見して、運動を開始し、10年ほど後の批准につながったもので、ある。批准の時の問題は、下記、提案と、批准を参照。しかし、1992年に採択されて以降、この修正条項は、連邦議会議員が、毎年生活費調整を受けることを妨げなかった。合衆国際公裁判所は、議会の生活費調整を違憲だとする。 異議申し立て訴訟に対し、市民は生活費調整によって、個人的に被害を受けていると証明できないので、訴訟を起こした市民はそうするための法的立場にないと、述べて、上告を棄却した。それ以降、連邦議会議員は、修正条項で課された制限に抵触することなく、報酬の増加を得ることができている。2001年の、シャッファータイ・クリントン事件では、 合衆国コロンビア特別区巡回構想裁判所が修正条項は議会の年間生活調整費に影響しないと裁定した。しかし合衆国最高裁判所はこの具体的な問題にまだ裁定を出していない。この修正条項は実際に多くの州によって提案された。当初の憲法そのものを検討するために召集された1788年の ノースカロライナ州会議の時、他にも数ある中で次の修正条項が連邦議会に対して要求された。合衆国上院議員と会議員のその駅務に対する報酬を確定する法はその成立後に行われる最初の会員議員選挙後まで効力がないものとする。この議題については真っ先に成立させることが期待される。バージニア州は 1788年の憲法批准会議でノースカロライナ州が提案したのと同じような文面で推奨した。ニューヨーク州もその1788年憲法批准会議で次のような文面で連邦議会での検討を奨励した。合衆国上院議員と会議員の報酬は減損の方で確定される。 減損の報酬率に対する変更は、次の選挙が行われるまで、議員には適用されない。1816年、この年は、連邦議会が、修正条項を各州議会での検討のために、送付してから、四半世紀以上も経っていたが、マサチューセッツ州高等裁判所が1789年に、 連邦議会によって提案されたのとほとんど同じ、文面で憲法に対する修正要望を表明した。この推薦を具体化する議会は、マサチューセッツ州会員の表決で138対29という結果で承認したと記録されている。1816年12月のいずれかの時点、あるいは1817年初めに、ケンタッキー州議会が同じことをした。 その後間もなく、テネシー州議会も追随した。この修正条項は、後の、第四代アメリカ合衆国大統領となった、会員議員、ジェームズ・マディソンによって会員に提出され、1789年9月25日の、合衆国議会第一会期によって、各州議会に送付された、最初の12箇条の修正条項のうち2番目であった。 12カ条の後半10カ条は1791年12月15日に権利焦点となった。提案された修正条項は1982年までほとんど忘れられていた。この年、テキサス大学オースティン校の学生グレゴリー・ワトソンがそれを発見した。批准促進の動きが熱心に始められ、それから10年後の1992年5月5日、 この時は、全米50州になっていたので38番目に同意した州として、アラバマ州議会が承認した時、最終的に批准された。この時点で修正第27条となった。1939年に一時代を隠した、ゴールマン対ミラー事件における、合衆国最高裁判所判決で、連邦議会が批准のための日限を定めなかった、修正条項は、 その修正の年代に関わりなく、各州の前に提案されたままであり、各州はこれを検討し続けることができるとしていた。コールマン事件の時に最高裁判所は、憲法修正条項の批准は、政治的な問題であるとも採定していた。1992年5月18日、当時の合衆国政府公文書保管人であった、ドン・ W ・ウィルソンによって、 この修正条項は公式に証明された。翌19日、批准の証明書とともに、連邦広報に印刷された。コールマン対ミラー事件の判決はあったものの、会員議長トム・フォリーたちは、この修正条項の異常な批准過程について、法的な意義申し立てを要求した。しかし、コールマン対ミラー事件の判決は、連邦議会のみが、 ある修正条項が適切に憲法の一部になったか否かを決定する権限があると明確にしていた。裁判所はそれ自体がこのような政治的問題に関与しないと判事たちが主張した。議会が批准に対して反対することは自己利益に誘導するものに過ぎないと考えられたので国会議事堂の反応は沈黙であった。 合衆国政府公文書保管人は、修正条項は、有効に批准されたということを証明するとき、合衆国法典タイトル1、セクション106ビットの下に、連邦議会によって認められた、その法的権限に基づき行動していた。1951年までは、アメリカ合衆国国務長官が、各州から、憲法修正条項の批准に関する証明を受け取り、 必要とされる数の州の批准がなった時に、批准官僚を宣伝する、証明書を発行する権限を連邦議会から与えられている連邦の機関だった。1951年にこの権限は、総務局長に移管され、1984年に法が修正されて合衆国政府公文書保管人に、権限が与えられた。合衆国法典タイトル1。 セクション106ビットでは憲法の規定に従ってアメリカ合衆国憲法に対して提案された修正条項が採択されたという公式の通知がアメリカ国立公文書記録管理局に届いたときはいつでも合衆国政府公文書保管人は同条項が採択された州を列記し同条項がアメリカ合衆国憲法の一部として あらゆる意図と目的が有効になったことを証明する。書類とともに、即座に、その修正条項を出版に処することとしてある。かくして、この修正条項を即座に証明することで、ウィルソンは、法の要求に従い、及び、連邦議会によってその職務に託された、法的権限に基づき行動した。この事情にもかかわらず、ウェストバージニア州選出の上院議員、 当時は上院臨時議長であったロバート・バードは議会の承認なくしてウィルソンが修正条項を証明したことについて検責した。バードは修正条項について議会の需要を指示したが修正条項が提案されてから202年と半年を経過していたことについて議会が批准の有効性を検討するのを待たなかったことでウィルソンが 歴史的慣習から逸脱したと主張した。コールマン対ミラー事件の判決に従い、また1868年の修正第14条批准で最初に作られた前例を守り、第102連邦議会の両院は、1992年5月20日に、その完了まで202年と半年という異常な期間にもかかわらず、この修正条項が有効に批准されたということに、 同意する、両院一致決議を別々に採択した。しかし、両院ともにもう一方の決議を採択してはいない。連邦議会は1789年9月25日に、この修正条項を提案した。次の州が、この修正条項を批准した。メリーランド州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、デラウェア州、バーモント州、バージニア州、ケンタッキー州。 オハイオ州、ワイオミング州、メイン州、コロラド州、サウスダコタ州、ニューハンプシャー州、アリゾナ州、テネシー州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、インディアナ州、ユタ州、アーカンソー州、モンタナ州、コネチカット州、ウィスコンシン州、ジョージワ州、ウェストバージニア州、ルイジアナ州、アイオワ州、アイダホ州、ネバダ州、アラスカ州、オレゴン州、ミネソタ州、 テキサス州、カンザス州、フロリダ州、ノースダコタ州、ミズーリ州、アラバマ州、批准は1992年5月5日に完了した。その後この修正条項は次の州によっても批准された。ミシガン州、ニュージャージー州、イリノイ州、カリフォルニア州、ロードアイランド州、ハワイ州、ワシントン州、ペンシルベニア州議会,会員は1992年1月28日に、 修正条項を承認したが、ペンシルベニア州上院の委員会で進展が止まった。マサチューセッツ州、ミシシッピ州、ネブラスカ州を呼び、ニューヨーク州の議会も、この修正条項を批准していない。ニューヨーク州議会は1790年2月27日に、この修正条項を拒否し、ネブラスカ州議会は1987年に拒否した。 ニューヨーク州は1788年の憲法批准会議で同様な修正を具体的に要求した。この修正条項が当初なぜ批准されなかったかは推量の的となっている。ある説ではこれが州の権限問題に触れたという。いくつかの州はこの修正条項を連邦議会支配の手段として望み、他の州は連邦政府に任せるべきと主張した。 州の権限に関する論議は時として、他の重要な行政事項に影を投げかけ、この修正条項に関する議論は、それが忘れ去られるまで繰り返し遅らされた。修正第27条の批准以降に、それに関連して、連邦裁判所に訴えられた訴訟は、数件があるのみである。以下に、それらを示す。ありがとうございます。